ヤマトサウルスは、約7194万年前から約7169万年前に、かけて、アジア大陸の中緯度、東岸部に生息していた恐竜。化石は、その頃には、陸地の東側に広がる海底であった、現在の日本列島の淡路島南部に属する地層から産出している。長万木、ハドロサウルス下に分類される一族で、目下のところ、 バイイザナギーの一種のみが知られている。全長7から8メートル、推定体重4から5トン。2004年5月にハボネなど一部の骨格化石が発見され、同年中にオシーなど追加の発見もあった。発見当初はランベオサウルス赤に属するものと考えられたが、分析の結果、基盤的ハドロサウルス科の親族と判明し、 2021年4月27日付で学術雑誌サイエンティフィックリポーツに記載された。後期白亜紀の後半においてハドロサウルス科の基部系統群と派生的系統群が分布域を重複することなく生息していたことを示唆しているほか、どうかの進化史の手がかりになりうるとみなされている。学名はヤマトサウルスイザナギーと命名され、イギリスの学術雑誌 サイエンティフィックリポーツの2021年4月27日発売号に記載された。これを受けて、標準和名は日本語監修読みで、ヤマトサウルスイザナギーになった。俗名ヤマトサウルスの、ヤマトは、ヤマト時代における、日本の国名の代表的な一つであった日本語、固有名詞、ヤマトである。サウルスの方は、トカゲを意味する古代ギリシア語普通名詞。 シグマアルファーローに由来する分類学用ラテン語名詞説美児サウルスであり、爬虫類を意味するが、恐竜に用いられることが多いため、恐竜と異訳して差し支えない。種商名イザナギは、日本神話に登場する神道の神、イザナギの名をラテン語の名詞属格説尾児イと組み合わせた、今詞語で、イザナギにちなんだ、イザナギにゆかりあるなどといった意味になる。日本神話において、 イザナギは、夫婦となったイザナミとの共同作業で、第八島、第八州すなわち、日本の島々を作り出すのであるが、この国海神話における、島海で、井の一番に生み出した島が、淡路の穂の強別島すなわち、淡路島であった。このような、地上世界の海脈端から、淡路島を、日本の島々の現象、とみなすことができ、ハドロサウルス化の現象、 に関わる恐竜が、その淡路島から産出したわけで、研究者たちはそこに着目してイザナギと本種を関連づけ、神の名を種商名に採用した。イザナギの名は竜は、本種の記載を公表する際に研究者たちが発表した和名の一つである。記者会見の席では、第一発見者である、岸本慎吾が掲げた、新族新種の告知用パネルに、 標準和名のヤマトサウルスイザナギー、学名のヤマトサウルスイザナギー、丸括弧内にイザナギノノは竜、イザナギのヤマト竜という配置で記されていた。なお、イザナギノは淡路島におけるイザナギの漢字表記であり、淡路国の一宮であったイザナギの神宮による祭り神明、イザナギの村に準じている。中国語ではヤマトサウルスをヤマト竜、 ヤマトサウルスイザナギーをイザナギのヤマトリューと簡約している。ホロタイプ標本、マニア D1 から033516、右下側の破骨部分を5つの角度から捉えている。2004年5月、兵庫県姫路市在住のアマチュア化石研究家、岸本孫は、同県内にある淡路島の南部一帯に広がる、泉総群で、大型石椎動物の化石を発見した。場所は、 島の南東部を流れる須本川以南の下流域、須本平野の一角、行政区画上の須本市東域に位置する由良地区内であった。産出した地層は、かかる層群の中間層にあたる中部は層群の後期白亜紀マーストリヒト海に属する類層である、北は満類層であった。岸本は目にしたことのない化石に興奮を覚えた。彼が探索していたのは、 数十年も通い詰めてきた海清掃であり、陸生動物である恐竜の発見を期待していたわけではなかったのであるが、しかし、そこにある箱骨が植物食動物のものであることと、これほど大きな科学骨を有する植物食動物が、当時の海生種では知られていないことに、すぐに気づき、それを有する可能性が高いのは、植物食恐竜であることをもって、膝がガクガクと震えたという。 恐竜の化石を目当てにしていなかったために発見できた化石であった。岸本が直感した通り、化石は植物食恐竜のものであった。岸本は右下側の歯骨、頸椎骨、右甲骨など合計7点を採取していた。その後、同月のうちに兵庫県立人と自然の博物館の研究員らが発掘調査を行い、首肋骨や お椎骨を含む追加の化石16点を採取した。これにより本種の化石標本は23点を数えることとなった。同年7月30日かかる化石の発見はマスメディア向けに公表された。歯骨の死列はとりわけ保存状態が良好で、福井県、岐阜県、熊本県で報告されている恐竜化石と同等であった。ハドロサウルス化の化石は、 2004年当時、北海道小平町や福島県の高野町及び岩き市で管理した化石が産出しているのみであったが、複数の骨で構成されている淡路島標本は日本で産出したハドロサウルス化の化石の中では、当時最高の保存度で、日本の恐竜化石の中でもトップクラスの保存状態であると発表された。また、これは、 関西地方から報告された初の恐竜化石でもあった。2013年、岸本は自ら発見した本種の化石7点を、兵庫県立人と自然の博物館に寄贈している。寄贈された博物館は、翌2014年2月11日に、岸本への感謝状の贈呈式を執り行うとともに、同館内にて、岸本由来の本種化石7点の臨時展示を、 同日から4月6日まで行った。2015年には、洲本市立淡路文化資料館にて企画展、淡路島の化石たちが開催されており、ランベオサウルス赤に属する化石種とみなされた上で、本種化石標本のレプリカが展示された。その間、福井サウルスやカムイサウルスの研究でも知られる、古生物学者、小林カ次をはじめとする研究者たちによる、 本種化石標本の分析が始まっていた。小林らによって分析された本種は、ランベオサウルス赤やサウロロフス赤と近縁ではあるが、それらより古い形質を備えていることが分かってきた。10メートルと推定されていた全長は、下方修正された。研究の結果、本種は小林らによって、学名を、ヤマトサウルスイザナギーと命名され、2021年4月に、記載された。 系統分類や体格等の数値に関する先日の新知見も記載論文で明文化された。なお、本種の記載論文の発表を受けて、以下の施設で見越レプリカを問わず展示がなされている。北アマン類層が海清層である一方、本格的に海に適応した恐竜は例がない。それにもかかわらず、ヤマトサウルスが海清層で化石化したのは、 地位が海に流れ込んで堆積したためと考えられている。つまり、本種の化石は、生物遺体が生物圏から岩石圏へと、置換されてゆく過程の研究、すなわち、タフォノミーの研究対象でもある。北アマン類層に含まれる微化石を用いて、通常は、陸生層の年代測定に用いられる花粉よりも、正確な年代測定が可能と見込まれている。 系統分類本種は2005年に札幌医科大学と兵庫県立人と自然の博物館の研究員によってランベオサウルス赤の恐竜として論文が発表され極東を中心としたハドロサウルス科の進化の手がかりになることが期待されたおおよそ16年後の2021年上述の特徴に基づいて 他の後期白亜紀のハドロサウルス科恐竜と異なる新属新種と判断され記載、命名に至った。2021年に発表された研究では354個の特徴を用いて他のハドロサウルス科恐竜70種との系統解析が行われ従来考えられていたよりも基盤的なランベオサウルス赤とサウロロフス赤が枝分かれする以前のハドロサウルス科の属に位置付けられた。 後期白亜紀の後半の地層から化石が産出したにも、かかわらず、基盤的な位置を示すこと、また、中華人民共和国の、タニウスやモンゴルのプレジオハドロスといった、後期白亜紀後半の基盤的な恐竜が他にも東、アジアで確認されていることから、ヤマトサウルスはそれらの恐竜と共に、東アジアで2000万年から3000万年程度長く、生き延びた古い属種であったことが示唆されている。 後期白亜紀の後半の地層からは、北海道でカムイサウルスが発見されており、東アジア沿岸域の北部に派生的な属、南部に基盤的な属が生息し、分布域が重複していなかったために両者が同じ時代に共存できた可能性が考えられている。要するに、ヤマトサウルスはカムイサウルスのような明らかな進化型機元種が周辺地域で流星する中、 原始型の不利な形質を備えていながらも、集団生物学でいうところの一種のレフュージアに守られて繁栄していたことが考えられる。以下は、小林らが2021年に発表したヤマトサウルスとその他ハドロサウルス化の系統関係を示すクラドグラムである。2004年には全長10メートルと推定されていたが、2021年には全長7から8メートルに、 下方修正された。また、2021年には、体重4から5トンと推定されている。本属の固有派生形質として、歯骨に見られる、デンタルバッテリー構造において機能場が1本しか、存在しないことがあることや、歯の交互面に分岐両線が存在せず、平面的であることが挙げられる。さらに、後方に向かって穏やかに広がる歯骨の結合面と、側面、大きく、 腹側に面する上角骨という形質の組み合わせも見られる。また、右甲骨の上腕二頭筋結節が発達していない点がカンパニアン期以降の派生的ハドロサウルス化との最大の相違点である。発達した上腕二頭筋結節は白亜期末におけるハドロサウルス化の適応放散に影響した可能性が考えられている。ありがとうございます。